おはようございます。皆さん、月曜の新しい朝いかがお過ごしですか？僕はいつも通り朝ドラを見て、まあゆっくり過ごしています。どうもドラハイです。今日の朝ドラ受けはですね、落ちようやんではなくね、身を尽くしの方から出ると思うんですけど、やっぱりその藻に服す7日間は漁をしないというふうに決めてたんですけど、イワシが大量に来て、なんか背に腹は変えられんということで、1日も藻に服す期間を1日早めて漁に出てたところを1人死んでしまうというところがで話が終わってしまいましたが、やっぱり昔の言い伝えってなんかあるんでしょうね。そういった時にね、やるっていうのはちょっとやっぱり良くないことがあるからなんだなっていうふうに思いましたね。皆さんの周りにもそういったことはありませんか？なんでしか知らんけどその日はしないとか、なんか悪いことがあったらしばらく旅行は控えるなどという、なんか迷信じゃないですけど、そういったなんか守るべきジンクスみたいなものはありませんか？なんでそのことがあるかどうかはね、ちょっとよく考えながら、逆にね、藻に服すときはきっちり服してっていう風にしないといけない時もあるんだなっていう風に今日は学びました。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。